こんばんは。私ハンスに。私はナオミ、ゴキブリの年で19ヶ月。それまで怖い思いやひどい仕打ちなんて何一つ知らずに暮らしていました。やっぱしダメ。でも前よりちょっと良くなったみたい。やっぱりゴキブリセンターでトレーニングしてるから。やめた。やめた？だってバッカみたいなんだもん。今時六本足でさ、こんなしてガサ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 ゴキブリ歩き、ガサガサゴソゴソガサガサゴソ。一郎やだよ。あ、でさ、ナオミ、今日のディナーね、イタリアンだって。さすが斉藤さん、グルメだけあってさ、僕たちの好みよーくわかってるよね。おとといステーキ、昨日チャイニーズと来たらさ、やっぱり今日はパスタなんか欲しいじゃない。それに、なんて言ったって斉藤さん、こんばんは。いただきます。
やっとさ、見つかったんだ。でね、ナオミ、その部屋、南側の壁が全面ガラスなんだ。天井はね、グリーンの白の葉。すっごくおしゃれ。二人だから楽々だよ。うん。ああいう明るいところに住むのが今一番スノップなんじゃないかな。どうしたの？あ、もし気に入らないんだったら。うん、そんなことないよ。素敵ね。はい、ゴキブリ。ハハハハハいや、しかし一郎はメジャーですね。天下の情報センター勤務、しかもリーダーのセカンドアシスタント。横文字の世界だもんな。親父のコネだよ。分かって盛り上げてんだよ。あ、そのトマトソースは美味です。丸だ。パセリちゃん、僕毎日こういうの食べたいんだ。美味しいよ、これは。ただのトマトケチャップだろ。かかし、何よ。それだから君、ゴキブリって言われんの。ゴキブリセンターで一生懸命虫やってなさい。虫。お前は新しいよ。おお、これは斉藤様。もうぼちぼちクローズさせていただきますんで。はい、いつもお騒がせしまして。それでもゴキブリか。だいたい道路のど真ん中を通った。わかったわかったって。中さん、わかったって。もう遅いんやからな。学生さん、気悪い先生ってな。ほな、気つけてな。早う帰りや。止まっていくよね。よっ。はい。ナオミに会いたいか。すぐだ、もうすぐ会えるからな。ふん、しゃあないがな、カンさんな。今日日そないゴキブリゴキブリ言うたかて入れへんのや。そりゃわしかってのおおりょ。おう、コスケさんか。先生、もう飽きまへんがな、寝とらんでも。はよ、行きまよ行きまよ。しょうもない、ほんまに。先生に行かれてもうたら、わてらもう真っ暗やで。あれ？気色悪。はよ、年会斎藤。
ろ、一あ、あ、あ、あの、すいません。あの、失礼ですけど、あの、もし、もしもし。あ、あ。あの国の人でした。いつも窓から眺めている原っぱの向こうの遠い国。一度も行ったことはないけれど、話だけは小さい頃からおじいちゃんによく聞かされていました。そこは私たちの国とはまるで違うところ、もっと危険でゴキブリの英雄たちが暴れ回る伝説の土地でした。今までに見たこともないような不思議な人。一郎は情報センターに連絡してしまったようでした。一郎、あの人どうなるの？逮捕されちゃったの？ああ、大丈夫。サブリーダーの人もね、手厚く保護するって言ってたし。なんたって珍しい難民なんだから。ねえ、何があったの？あの人に。戦争だって。戦争？猫と？人間と。え？だって斉藤さんみたいな人間と？わかんないけどさ、彼ら何かよっぽど悪いことでもしたんじゃないの？あ、ねえ、それよかさ、ナオミ、コスチューム決めてくれた？式のコスチューム。もう時間ないんだよ。あ、それ今日パセリと見に行ってくる。洋服屋待たしちゃってるしさ、それに。いいかな？リーダー。喜一郎君だったよね。一郎です。ああ、そう、一郎ね。おはよう、一郎君。おはようございます。お嬢さん、おはよう。さてと、ゆうべのハンスって男ね。はい。大歓迎だよ、バッチシだよ、君。バッチシですか。ああ、特に今日の平和記念式典にはね。本番いきます。本番。5秒前、4、3、2、1、9。皆様おはようございます。抜けるような青空の下、今月もまた平和記念日がやってきました。あの悲惨な戦争から早36ヶ月、今日の平和と繁栄の中でともすれば忘れがちにさえなってしまう民族の貴重な体験を皆様と共に振り返っていきたいと思います。今日はこの番組のためにわざわざリーダーがスタジオまで駆けつけてくださいました。国民の皆さん、おはようございます。あ、私教授のファンなんです。あの教授ってニックネームでお呼びしても。さて、お時間もありません。
早速リーダーのお話を伺いたいと思います。それでは。かつて不幸な異常な時代がありました。ゴキブリと人間とがなんと互いに憎み合い争ったのです。しかしその原因は私たちゴキブリでした。現在の斉藤さんの前の住人細野さん一家の平和な生活を私たちゴキブリが侵略したのです。数えきれない犠牲者のむくろを残して細野さん一家は引っ越していきました。死の町に立ち若き日の私は心に固く平和を誓ったのでありました。そして新しき住人斉藤さんの登場です。私たちゴキブリの良き理解者兄貴となってくれた斉藤さん、斉藤さん、ゴキブリは約束します、人間の残り物をいただき目立たずひっそりと生きることを。皆さん、二度と再びこの過ちを繰り返してはなりません。私たちゴキブリが平和を愛する限り人間もまた私たちを愛してくれるのです。今日私たちの目の前には美しい国と平和な生活があります。しかし、しかしですよ、この地上において全てのゴキブリがこのような幸せを享受しているのではないということを知っていただきたいのです。一人の若者をお見せしたいと思います。遥か彼方の不幸な暗い国からやってきた青年です。ハンスさん、危うく殺されそうになってかろうじて脱出なさったんですってね。はあ。一日に何匹ぐらいやられてるのかしら。100匹ぐらいとか。まあそんなに。やっぱりこう潰されたりしてるんですか。ぐちゃぐちゃに潰され、カリカリに焼かれ、バラバラにほぐされて、毎日何百匹もの生命が失われているんです。ハンスさん、で、その傷跡というのを見せていただけるかしら。まあ、痛かったでしょうね。はい、カメラさん、もっとアップにしてください。ああ、ひどいわ。こんなことって、一体あっていいんでしょうか。はい、では教授どうぞ。斉藤さんよ、ありがとう。斉藤さん、ありがとう。斉藤さん、ありがとう。斉藤さん、ありがとう。やった。
好きなんだろ一郎。嫌いじゃないよ、もう長いし。あいついいじゃん、優しいじゃん。うん、あ、またあいつら来てる。便所ゴキブリ。あいつらね、時々こっちまでナンパしに行くんのよ。うんちつけたまんま。私ね、来月出産センター行くんだ。え、また野草の子供初めてだよ。だってそんな何回も産んだら死んじゃうよパセリ。私なんかまだ。おじいちゃん、こんばんは。ナオミ、入るよ。ハンス、ハンス、どうして。だって。大きな声を出すな。あの台所へ行ってなさい。それでは。うん。ハンス、ハンス。国へ帰るんだよ。だって逃げてきたところへ、そんなひどいところへ。ナオミ、この男はな、命がけなんだよ。命その晩、おじいちゃんは長い話をしてくれました。ずっと前に死んだおばあちゃんの話。戦争が終わったある日、まだ私くらいの年だったおばあちゃんはたった一人でこの国にやってきたのです。おじいちゃんと出会った時、お腹にはもうたくさんの子供たちが宿っていた。そしておばあちゃんのふるさと、それはハンスが帰っていった原っぱの彼方のあの国でした。ナオミは？あ、ちょっとね。一人でボケっとしてたいみたいだよ。うーっとっとっと。見に行こうよ、すぐだから。なんでなの？あの部屋嫌なの？あなたが決めて。ナオミ！ほら！
ってるんだね、やっぱ。うんち。差別用語使うんでね。ごめんなさい。あれ、おめえ何か俺もしかするとよ、先だって見かけた男のこれでねえか。あ、そうかそうか。ほんならおり、あったあった。出てったってどこへ。分からん。分からんじゃ困りますよ。結婚式を控えた大事な時にさ。すまん。Thank you.
遅れたバカはあんなところに。警報はちゃんと出しましたが。急げ。
します。次からは第一目標で行かせてください、司令官。お前は統領閣下に選ばれた身だ。死に急ぐな。今日我らは最大の危機に直面している。欲の皮の張った人間は我らが何億年も前から持っていた財産をかすめ取り、我らを楽園から追い出し、そして今や最後の一人まで滅ぼそうとしている。我らゴキブリはかつてたった一人の人間すら殺したことはないのに、なぜだ、なぜだ、なぜ人間はそうまでして我らを敵視するのか。人間は我らゴキブリを恐れているからなのだ。神はこの地上を支配する主として我らゴキブリを選びたもうだ。我らは人間が生きられない場所で生きていける。我らは人間が食べられないものも食べられる。人間には聞こえない大自然の言葉を聞くことができる。そして何よりも我らは我ら自身がゴキブリであることを正しく知り、ゴキブリという種を守ることに誇りを持っているのだ。殺したくば殺せ。100匹が殺されるなら我らは1万匹を生み出そう。1万匹が殺されるなら我らは100万匹になろう。我らゴキブリこそが最後に勝つのだ。交代だ。あ、隊長は？さあね。怖い。あなたと一緒にいるのに。
それから毎日ハンスは戦いに出ていきました。たくさんの仲間が死にました。でもいつもハンスは帰ってきます。子供の頃からそんなことを何百回も繰り返してきたのです。まだ生きてる、まだ生きてると、ハンスは毎晩のように私に言うのでした。2m35、次。一番用意。ダメね。用意。次。何してる？ナオミは絶対に帰ってきます。だから明日はやらせて。ナオミのことは僕分かってるんだ。一郎君ね、明日の式にはさ、センターの主だった連中全部来るんだよね。もしナオミさん来なかったらさ、君どうするわけ？うん？センター辞めます。なーに。一郎君、今の言葉もう一度言いなさい。お父様の目をよく見て、もう一度言いなさい。やろ。ママか。時間厳守。ちょっと待ってよ。僕は何？ど真ん中に座らされて赤っ端書かされるわけ？それは友達だろう。僕はリーダーですよ、この国の。タゴ、お前恥かくのこれが初めてか？ん？あ、初めてか。ほう。総員2名揃いました。失礼だが離れてくれ。隊長の月が逃げる。行くぞ、フリッツ。
ナオミ、ナオミ、やっぱりナオミ、ナオミ、やっぱりなんとなくおかしいみたいだな。一郎と話したか？ああ、何も思い出さないんだって。何かショックでもあったのかな。お前パセリのことなんか絶対に言うなよ。分かってるよ、おめでたい席でさ。笑ってろな、笑ってろ。へえ、3週間も行方不明。しこれ内緒なんですから。そういえばおじい様も見えてないし。非常識ね。お、それより今朝の事件ご存知ですか？え、死んだんですよ、3匹も。ああ、あの不良連中でしょ。また仲間喧嘩でもして。そうじゃないんですよ。
なんだかものすごい力で潰されてて、しかも変な布切れにくるまれて捨てられてた。やつはまだ来んのか？教授ですか？会議が長引いてるんだそうですよ。タコ。全能の神、預言者トーラ、並びに祖先の霊に申す。本日ここに健全なる男一郎と健全なる女ナオミは子孫繁栄のため夫婦の契りを結ぶものなり。両名角を合わせなさい。おお、よき女。よき女、私はこれを妻としよう。よき男、私は。どうしたんだ、どうしたんだ、この人。どうしたの、わかんない。被害者の方々並びにそのご家族の方々へ心からお見舞い申し上げます。さて、現在までに判明したところによりますと、攻撃を加えた人間はすでに我が国の外へ退去した模様です。現在斉藤さんも不在でありますが、おそらくこの人物を追跡しているものと考えられます。かかる危険な人物を我が国に入れるにあたって我々に何の相談もなかった点は大いに問題です。私は明朝直ちに斉藤さんと会見をいたしまして、二度と再びこのような事故が起きないように厳しく追及するつもりであります。一郎、安尾、高志、ですから緊急事態でありますから。緊急事態の乱用は困るんですよ。君、行動の自由を侵害してるじゃないですか。しかし危険ですから。危険なのはそういう考え方の方だ。いや、
どうです？ん？ああ、別に異常ないみたいだな。そう、肩の力抜いて。よし、行こう。うん。あ、お前な。あら、行くぞ。ほらほら、体育会。うん。やっぱ来んじゃないか。硬い、うん、体がいい。
しらはややこの自分な。世の中こんな風やった。せやさかい、こんなわしゃちいとも驚かへんで。驚かん。ゴキブリなんちゅうもんはな、もともとこんなもんなんや。でも僕たちやっぱり豊かな生活する権利が。アホコケ。はい、だって人間はゴキブリを愛してくれてたんだし。どこのタグがそんなこと言うた。教授でしょう。あれもしかし食わせもんやったな。ね、食わせもんだ。まあわしは仏さんを腐すのは好きやないけど、と言うて生きてはったら言えへんし。何を。まあ聞けや。わしらのじいさんのもっとずっと昔からな、わしらもええように殺されたもんやな。そうだ。ゴキブリは何も悪さしてへん。ただかっこ悪いちゅうだけのことや。おいでな、いっちゃんの大嘘はな、前に住んでた細野さんちゅう人の話、教授先生のでっち上げや。細野さんちゅうのは女房に逃げられる前の斎藤さんのことや。あの男な、女がいてる時はな、わしらのことをもう殺しまくったくせんの。女に捨てられるとな、なんか急にだらーっとなりよっての。わしらにえらい懐いてきよったんや。でもそれじゃ教授はなんで。あいつは何にも知らん。そや、先生はな、戦争中ずっと天井裏に隠れっぱなしでな、初めて斎藤さんに会うたのは女房が出てた後とちゃうか。安さ、見つからないんだ。さっき夕方うとうとしてた時、私夢を見たの。うん？夜月が出てる原っぱで、みんな死んでるの。私と一郎だけが立ってた。パセリと安尾も死んでた。それにパセリの子供たちも。直線距離にして2件半、目つぶってもいけるわ。ゴキブリ注文がどないなもんか、よう見とき。ええか、かんぞ。よっしゃ。
で。見てますよ。ノー、見えてへん。落ちとるゴミのことじゃ。あ、基本中の基本や。黒いものにそうで進め。気配を消しとる。あ、あれは別にやらんでもいい。広場だ。オッケー。落ち着いてください。ここは安全です。ありがて場所に戻ってください。進路に間違いありません。明日日の出前には到着できます。明朝到着です。統領閣下のお言葉。諸君、我らはもはや上に苦しむことはない。我らは明日から食べ放題だ。進め。隊長、昇進おめでとうございます。おじいちゃん、ナオミね、子供できてるの。でも一郎の子じゃないかもしれないの。両方の子だ。一郎は素直だ。ハンスは強い。聞きなさい、ナオミ。明日の晩、下弦の月が空に昇ったら、一人だけでここへ来なさい。おじいちゃんは？一人だけだ。心を静めてゆっく
くりとくつろいだ気持ちになりなさい。そしてトーラに話しかけるんだ。私はナオミです。あなたの名前を受けましたとな。そうか。発射！はじめ！我らゴキブリ！我らゴキブリ！一匹踏まれりゃ！一匹踏まれりゃ！十匹吐い出す！十匹焼かれりゃ！十匹焼かれりゃ！百匹飛び出す！あ、な、何これ、これ、ナオミ、ん？ナオミ？ナオミ？ナオミ！本当だな。何もありゃしないよ。見りゃわかるだろう。一度助けてもらったあんたにうまいものでも食わせたかったかな。よし、我らは人間と戦い、この力人間を追放する。棟梁万歳。ハンス。はい棟梁。お久しぶりです、先生。大きくなったな、ロイス。お別れに来ました。私の仕事も今日で終わりです。トーラの予言が果たされます。大勢死ぬ。感傷的になるなと先生は教えられました。君の希望はあのハンスという若者だな。お分かりですか。ハンスこそ死者の山の上に立つ男です。アロイス、君はハンスを飼ってはいるが愛してはいない。だから一つ見落としてる。止まれ。
ここの住人に急用だ。通せ。棟梁閣下がごめん懐中です。急ぐんだ。お待ちを。ナオミ、おい、ナオミ。ナオミ、そんな気がしてた。ハンス、僕は絶対に生き残るよ。俺はどうかな。もしまた会えたら、その時に決着をつけよう。第四中隊、ファイエー。第五中隊、ファイエー。引き合う。やめとけ。
ともしばらくここにいなさい。ハンス、どこにいる？はい、同僚閣下。今から脱出しろ。必ず生き残れる。はい、同僚閣下。お前のためにみんな死んだ。行け！お、大丈夫。こっちだ、フリッツ。ナオミ！目をつぶって100まで数えなさい。え？君もだ。私はナオミです。あなたの名前を受けました。私はナオミです。ナオミ、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 ナオミ。ほら、よし、大丈夫だ。ほら、早く、ほら。
私はナオミ。お前のおばあちゃんのナオミよ。聞きなさい。神様は私たちゴキブリをもっと優れた生き物にするために人間という殺し屋に毒を使わせた。ゴキブリは殺され殺され、毒に勝つ強い種だけが生き残ったわ。人間はもっと別の毒を使って、その子供たちも皆殺しにしようとした。どんな毒にも死ななかった私と、他に2匹の強い男が最後に残されたわ。そこで神様がどんなむごいやり方で1匹だけをお選びになったか、お前にはわかるわね。ナオミ、お前は死んでいったたくさんのゴキブリたちの希望なの。私がしたようにお前も自分を試さなければいけないわ。の下だよ。トーラ、逃げて。ナオミ、飛んでる。